成田空港にある免税店。外国人に人気となっているのがアロハシャツです。This is only one design, handmade by Japanese mother. It's nice. Nice? Yeah. 光沢のあるシルクに日本の花をあしらった和風のデザイン。その名もサムライアロハ。一着27,000円。決して安くはありませんが、一坪ほどのスペースで月300万円を売り上げます。台湾に帰る男性が選んだシャツには鶴が大胆に配置されています。 This design is very special. サムライアロハはどれも一点物。どうやって作られているのでしょうか。製造現場を訪ねて仙台へ。買取ショップが入る小さなビル、その2階がサムライアロハの事務所です。桜井哲也社長、取り出したのは古い着物。こちらはシルクになります。もったいないと思います。国内で2億着は着られず眠って廃棄される運命になっているというデータもあります。実は1階の買取ショップも経営する桜井社長、そこで買い取った着物をリメイクしているのです。これ売れますね。これ外人さん大好き。シャツ作りの最大のポイントはどう裁断するか。これっぽいですね。これがそうすると胸の部分が合わない。うん、あんまギリ入るか。着物の柄を最大限生かすためカットの仕方一点一点納得いくまで考えます。でこうなるのでちょっと、あ、もう最高っすね。これで、はい、起業のきっかけは東日本大震災でした。学校や保育園も大きな被害を受けました。母親たちが子供を預けずに自宅でもできる仕事を作りたい、ひらめいたのは着物をリメイクするアロハシャツ作りでした。裁断など業務の9割近くは今も自宅で行われています。裁断した布地は縫製を委託する工場へ。こちらの工場は海外有名ブランドからの仕事も請け負うなど高い縫製技術を持っています。職人の手でアロハシャツが縫い合わされていきます。完成です。斜めのラインがぴったり。肩には大きな波しぶき。アロハシャツを作った残りの布地も無駄にしません。布地を縫い付けたパーカー18,700円、ネクタイは13,200円。廃棄される着物や浴衣を有効活用することによって高付加価値化に成功しました。相続物や遺品の中には捨てられるものがたくさんあります。アップサイクルによってビジネスチャンスを掘り起こすことができるかもしれません。廃棄される伝統工芸品などを見ると心が痛みます。海外の方や日本の若者に向けてもっと気軽にできる伝統産業というのを目指していきたいと思っております。このローカルビジネスサテライトは日経電子版や TVH の YouTube で見ることができます。全国のさまざまな取り組みをお伝えしていますので、ぜひご覧ください。